2007年1月、プレステのメモリーカードに見知らぬデータが入っているといい、スレを立てたイッチ。アイコンにはモザイクがかかっていて、データ名はミという漢字一文字なのだとか。見当もつかないデータに、イッチはスレミンに情報を求めますが、誰も予想できない結末になるのでした。プレステのメモリーカードに見覚えのないデータが書き込まれたというイッチ。アイコンは緑、青、黄色を混ぜたようなモザイクで、データ名はミという漢字一文字という奇妙な内容となっていました。イッチ以外の家族はゲームをプレイしないとのことで、こんな時に相談できる友達がいないであろうイッチは、2チャンネルに助けを求めます。イッチの問いかけに対し、オカルト説を疑うスレミンや、ただのバグなのではないか、と答えるスレミンなど、反応は様々です。そこで、イッチによって、ある画像がアップされます。その画像は、イッチのセーブデータでした。確かに、イッチが証言するように、アイコンにはモザイクがかかっており、セーブデータは、ミという漢字一文字です。イッチが投稿した画像について、初めて見たと驚くスレミンや、不気味があるスレミンも出てきます。すると、ここであるスレミンが、コピーしてみてとイッチに呼びかけました。イッチによると、コピーは普通にできるというのです。というのも、ミのデータは、もともとプレステのメモリーカードにあったのですが、プレステ2のメモリーカードに移したとのこと。さらに、このスレが建てられたのは2007年だったのですが、このミのデータは、3年前の2004年にセーブされたデータであることが、画像を確認したスレミンによって明かされます。その後、しばらくはスレミンたちによる聞き込みに対して、イッチが回答するという流れが続きました。そんなやりとりが300件ほど続いた後、スレミンの中から RPG スクール3でも空白のデータや、僕というセーブデータが発見されたことがあるという報告が上がります。さらに続けて別のスレミンからも RPG スクール3にてバグがあったことが報告されました。そのスレミンによると、セーブ中に切り替えスイッチをいじるとバグデータが意図的に作れたとのこと。スレミンの報告を踏まえて、イッチは RPG スクール3の購入を検討します。一週間後、しばらく音沙汰のなかったイッチにより、バイト先が潰れてしまったと報告がされました。そのため、イッチは短期バイトに明け暮れており、スレに顔を出せなかったとのこと。しかし、イッチのいない間のスレは、YouTube に簡単に載せることのできないレベルの、ホモネタでひたすら盛り上がっていたようでした。それから、イッチは解析を続けるのですが、一向に兆しが見えない模様。ミというデータはそもそもバグだったと言い聞かせるしかないのではないか、と諦めかけるイッチ。そして、スレ内には独自のホモ理論を唱え出すスレミンや、いちいちホモに反応してしまうスレミンも出てくるカオスな状況になってしまいます。また、イッチが解明を諦めそうになっても、何としてでもデータの謎を解き明かしたいスレミンたちは、お得意のネチャッとした粘り強さで諦めません。そして、数名のスレミンたちが、直接ソニーに電話をして聞いてみることを提案します。中には、すべてのプレステソフトを確認したのか、そして具体策はすべて実行したのか、と、イッチにゴリ詰めするスレミンも出てきました。また、なかなか登場しないイッチに苛立ち。もともとデータは意図的に作られたもので、釣りだったのではないか、と疑い出すスレミンや、マジレスして対抗しようとするスレミンも出てきます。そして、ようやくイッチからの投稿が確認されました。
イッチは小同時スレミンたちとは違い、しっかりと社会人になり忙しく、ゲームどころではなかったとのこと。そしてミが出たメモリーカードにはクラッシュバンディクーのデータがあったことが確認されます。こうしてスレは続き、ミの正体はわからないまま1000を超えたため、ミスレ目へと移行しました。今度こそミの謎を解き明かそうと意気込むイッチに、とあるスレミンは前のスレで上がったクラッシュバンディクーを起動したかを質問しました。ところがイッチがソフトを再確認したところ、クラッシュバンディクーのみ紛失したとのこと。そのためミの出どころをクラッシュバンディクーから確認することはできません。それからスレミンたちによる考察や、ホモスレだと勘違いしている一部のスレミンたちの書き込みが続き、何も進展が見られないかと思われましたが、再びイッチが登場し、 PS2 だと壊れたデータは破損データと明記されることが書き込まれます。つまりミは壊れていない、ちゃんとしたデータであることが確定します。ミがバグではないことを知ったスレミンは恐怖を覚えます。するとここでまとめサイトを作成した有能スレミンが現れ、まとめ人の協力もあり、解析は本格的に進んでいきます。また解析に火がついたまとめ人はデータのコピーを渡してもらうことをイッチに提案しました。イッチは快く受け入れ、イッチとまとめ人は連絡先を交換します。こうしてやり取りを進めていき、無事にまとめ人の元へ謎のメモリーカードが到着しました。これでミの謎へと一歩近づけたのかと、スレミンたちも安堵していたのですが、なんとイッチの職場にトラックが突っ込んできたというのです。それはまとめ人がメモリーカードを受け取った翌日の出来事でした。ただならぬデータであることを再認識させられ、スレミンは恐怖で震えます。またデータを受け取ったまとめ人はミのデータを別のメモリーカードへコピーし削除してみたと言います。ところが削除しましたというメッセージは出てきたのに、データは消えていなかったとのこと。そして他のゲームデータが破損ファイルになっているというのです。ミというデータを間近で見てみると、奇妙なほど綺麗だというまとめ人。そこでまとめ人はプレステのメモリーカードに漢字は使われていないとすると、プレステ2のデータが一部コピーされたのではないかと予想を立てます。こうしてイッチと有能まとめ人による調査が続き、まとめ人は解析のためにプロアクションリプレイ、通称パーと呼ばれる改造ツールを購入することになりました。ところがまとめ人は製品を間違えて購入してしまいます。何か不思議な力で解析を阻止されているのではないかと心配するスレミ。するとここでまとめ人から金銭的にパーが買えないことが明かされました。またこのタイミングで身内が危険にさらされているとまとめ人はカミングアウトします。トラック事件に続き、何かと不幸が起こる展開に恐怖を感じるスレミンたち。それからまとめ人による調査は続きますが、すみません久しぶりですという書き込みを最後に、まとめ人がその後スレに現れることはありませんでした。有能まとめ人が行方不明になり、解析は一気に難航します。しかしそれでもイッチは諦めません。スレミンたちの協力もあり、イッチがパーを購入することになります。こうして心機一転し、スレミンたちはイッチがミの謎を解き明かすことを期待し、三つ目のスレへと移行することとなりました。意気込んでいたこととは裏腹に、実はゲーム機器には詳しくないというイッチ。正しい端子を見つけることができないようです。しかし心優しいスレミンが登場し、イッチに画像付きで教えてくれました。その後
イッチは買い物に行き、無事に USB を手に入れることに成功します。が、イッチによる書き込みはここで終わり、1年近く続いたスレはそれ以降更新されることはなく、ミの謎が解き明かされることはありませんでした。謎のまま終わってしまったミのデータ、あまりの奇妙さから都市伝説として語り継がれ、ネットではスレが終わってからもミの謎を解き明かそうとする人が存在しているほどです。一体あのデータは何だったのでしょうか。ここからはミのデータの正体について3つの説から考察していきます。1つ目は破損データ説です。スレミンが指摘していたように、スレの途中で破損データなのではないかという説も浮上していました。しかし破損データであるならば、データの名前は破損データと明記されるため、壊れていない劣気としたデータであると言えます。説2、バグ説。スレ内ではただのバグではないかと考えるスレミンがいました。イッチも同様に一時期はバグなのではないかと考えていた時もあります。しかしもし本当にバグであるならば、同様の事象が他のセーブデータでも発生しているはず。またミという漢字ではなかったとしても、データ名やアイコンが別のものに変わっているという報告がありそうなものです。しかし現在のところネットでは同様のバグが報告されている例は見つかっていません。空白データや僕というデータが存在していたことを明かすスレミンもいましたが、画像がないためこれも確証は得られません。またあるスレミンはセーブデータをいじっていたら意図的にバグデータを作成できたと書き込んでいましたが、こちらも同じように画像などの証拠がないため真相は分かりません。そしてまとめ人は、プレステのデータをプレステ2のメモリーカードに移したため一部がコピーされるというバグが発生したのではないかと考察していました。ですがネットではまとめ人が提唱したようなバグが発生した事例は確認できていません。普通バグとなればいくつも事例が上がるはずですが、以上のどれも確認できないことから、ミがバグであると決定することは難しいです。説3、釣り説。最後に浮上するのは2チャンネルでおなじみの釣り説です。多くのスレミンが釣りではないかと疑っていました。そもそもイッチは何のためにプレステのセーブデータをプレステ2のメモリーカードに移したのでしょう。プレステ2に移してもプレイできるわけではありませんし、バックアップとして残したとしても結局プレイできないので意味がないのです。こうした奇妙な点から、釣りであるとすればセーブデータはイッチが意図的に作成したこととなります。基本的には自分から調べないと知ることがないようなことですが、実は知識さえあればセーブデータは書き換えることができるのです。例えばバイナリーエディタというソフトを使用すれば、セーブデータの名前をミという漢字に書き換えられます。またオリジナルのアイコン作成も可能です。ただスレを見ている感じだと、イッチは機械に詳しい人物ではなさそうでした。セーブデータを吸い出す機器も持っておらず、改造するための知識もなさそうです。そしてもし仮に釣りだったとしても、約1年近くにわたってスレが続いているというのは長すぎるようにも考えられます。よっぽどネチャネチャした気持ち悪さを持ち合わせていない限りは、嘘のストーリーに1年も構ってられないはずです。以上のことから釣り説と断定するのも難しいのです。以上、ミという奇妙なセーブデータの謎を解き明かしていくスレでした。
最終的に謎は解決されないままスレは終了し、現在でも真相は闇の中に包まれたままとなっています。このスレは釣りだったのか、それとも本当に呪いのデータだったのか。私はイッチが釣りスレを立てて長期間寝ちゃっと粘り続けたと考えます。ぜひ視聴者の皆さんの感想も聞かせてください。ご視聴ありがとうございました。